兵庫県立赤市公園兵庫県立赤市公園台1野球場兵庫県立赤市公園台1野球場は兵庫県赤市の兵庫県立赤市公園内にある公式野球が行える野球場。施設は兵庫県が所有し公益財団法人兵庫県園芸公園協会が指定管理者として運営管理を行っている。なお、 神戸市東灘区に本社を置く東カロが命名権を取得しており、2011年7月から赤市東カロ球場の故障を用いている。1932年3月31日春行。会場以来、全国高等学校野球選手権兵庫大会の決勝戦や、全国高等学校難指野球選手権大会の本大会が行われることから、もう一つの甲子園とも呼ばれ、 アマチュア野球の公式戦などが行われている。プロ野球では、キャンプ地として、読売ジャイアンツが、戦前の1940年から3回、戦後は1949年から1959年の間の9回、本球場で、春季キャンプを挙行している。長島修雄が巨人に入団した1958年の春季キャンプ地であり、巨人軍投手だった。 ババ昌平が、ババ原子夫人と初めて出会ったのも、この赤子キャンプの時である。本球場は、数回の改築や改修が行われていて、戦後の1960年代初頭には、太陽ホエールズも当時の親会社だった太陽漁業が、赤子発祥の企業である縁から、本球場で、春季キャンプを3回行っていたことがある。また、 水原茂監督時代の中日ドラゴンズも本球場でキャンプを行っていた。1949年5月に公式戦の南海ホークス対大ヒロビンス戦が行われて以降、近年は公式戦が開催されることはなくなったが、オープン戦は主に阪神タイガースやオリックスバファローズの主催により不定期で開催されているほか、近年は 宮城県を本拠地としている東北楽天ゴールデンイーグルス主観の試合を年1回程度開催している。2009年から2010年までは関西独立リーグに所属していた赤市レッドソルジャーズの本拠地としても使用された。2011年3月11日14時46分に東日本大震災が発生した際、本球場では楽天隊、 シバロッテマリーンズのオープン戦が行われていた。本球場に被害はなかったものの楽天の選手の家族や関係者の安否確認のため試合は8回表終了で打ち切られた。東球場には照明設備がない。国指定史跡区域内に位置していること、隣接して国指定重要文化財の赤城やぐらがあることなどから固定式の照明設備の設置が困難な環境にある。 2009年の関西独立リーグ発足前には、兵庫県議会で井戸都志蔵知事が移動式の証明設備を整備の方向で検討したいと答弁したことがあったが、実現していない。2011年6月、表面処理などを手掛ける東家路が、兵庫県立赤市公園第一野球場の命名権を年額300万円で取得した。 契約期間は2011年7月1日から2016年3月31日までの4年9ヶ月で、命名権により、赤市トーカル9条の故障を使用している。2015年12月に契約更新を発表し、2016年4月1日から2021年3月31日までの5年間についても同じ名称で使用される。 2018年終了時点で7試合を開催。内訳は1リーグ時代3試合、セリーグ2試合、パリーグ2試合。ありがとうございます。